はいスタートなんですけどここは太田選手が取りに行きましたね。まあ大田選手はどの展開でももう対応ができるので、もう前を取ってもう受けて出すもう大本命の選手ですねこのレースではね。その後ろ4番の藤木選手と2番野原選手南関勢と近畿勢が取り合ってますけどね。まあここはやっぱり中断欲しいところですよね。はいそれでやっぱり内側にいるね藤木選手もここで一回前を伺いに行くんですけど前もねもう 太田選手が入れてくれない雰囲気なので、うんまあ、ここは後ろに下がろうということで近畿勢が後方に下がっていくことになりますね前が太田選手そして5番の渡辺哲夫選手、はい、四国勢ですねそして6番の三宅達也選手まで来て中四国ラインが形成されましたそこにその後ろですね、うん、難関ラインです9番の堀内選手そして2番の小原選手 え、そこに7番の渡辺晴友選手までついて9番2番、7番の難関ラインですね。で、後方に4番の藤木選手3番の三谷選手え、そして8番の笠松選手ですね。近畿ラインとなります。はい、え残り4周なんですけども、これはもう前を取ったえ、太田選手に対して後ろの藤木選手からまず抑えに行ってえ、その時にえ9番の堀内選手がどう動くかがポイントですよね。えー、ここは？えー そうですね。小原選手を連れた保留選手がね。仕掛けてきたときにえー、太田選手がどう対処するかですよね。ま藤木選手からすると中段がどうしても欲しい。 えっとなると1回まず動いて太田選手を切って保留選手を出させれば中断ということなので先に残り3周から抑えいきますよね。これはいいタイミングだと思います。そこに反応してこれですね、やっぱ値ネ選手も吉田拓也選手もそうだったんですけども一時予選ね。ここで引かなかったんですよね。だからここで引いたところによって太田選手はやはりいいなっていうのも思いましたしあと太田選手のポイントの良さですねまずここでキューバーの保留選手が行ったところでもうここで 踏むタイム、もう踏んでますよね、これですね、このジェスチャーが、これの動きがよかったです。ただ、ここで一回踏むのやめてしまったんです、ここです、<ー>少し戻してみてください、すみません。ここでやっぱり、乗っている選手っていうのは、平原選手もそうなんですけども、9番の選手が仕掛けたときに、一回、ダッシュをして、9番のラインに乗っていこうとするんですよね、ただ、このレースに関しては、えー、前のレースのあおりによって、一回ね、ふとねあの、1番の太田選手がね、 一瞬踏むのをやめてしまうんですよねそこで5番のの渡辺哲夫選手の離れててししししままままうききっかけが起きてしまいいまたねお願いしますここですごく一番の動き出してみてくださいこれ9番の動きについていく一番いいんですけどここでくとね動きを一回やめてしまってまた踏んだところで3番のあおりがあって5番の離れる原因ができてしまったんですよねここはもう渡辺哲夫選手からするともう離れていく一方でこれはもう厳しいんですよね。 だけど必死になってここでもなんとか食らいついていこうとする渡辺哲夫選手のこのねガツっていうのはすごくいいと思うんですよね、ただ小原選手にさばかれてしまい、交代してしまいましたね、番手にはまったこれは堀内選手ですね、堀内選手のいいところはここでまたね太田選手をかわして出ていこうとするんですよね、太田選手、これ後ろがね渡辺哲夫選手ではないということが分かったので、慌ててまた踏むんですけど、小原選手が縦足がありますから伸びましたよね。 小原選手の、ね、やっぱりこの伸び足っていうのは素晴らしいものがあったのでやっぱり堀内選手の頑張りっていうのもいきましたよね、はい、このレースもなかなかいいレースだったんじゃないかなと思いますよね。<coughs>